雨が降ってきそうなんで木の下でやってますけど、今日は2014年の10月21日です。朝日新聞の一面には、李克強辞任、政権に立てということで、小渕産経大臣、松島法務大臣が引責ですけどね、この松島さんというのは内枠ばったってんですな。でそれが公職選挙法に違反する、その内枠のちゃんと私は見てないんで何とも言えないんだけども、その内は今自分の政策なんかが書いてあった。だとするとね、私は気持ちはわからんでもないね。普通のビラ配ったって、受け取ってくれない。だからちょっとでも受け取ってくれるかもしれない内輪に、自分がやりたい政治の理念を書くということ自体は、そんなに悪いことではないんではないか。ただそれがビラではなくて、内輪だったから悪いと、という話ですな。つまり80年だかなんだかと思うんですけども、ただこの人が他のところで、利益共有に近いようなことをやってるかどうか、そういうふうにやってればしょうがないんだけども、そういうされることではないけども、国民に対して政治について考えてほしい、どんな法律が成立しているのか知らせるということ自体は私は悪いことではないと思います。今日の歌は、シクラメンの香り、小倉慶ですね。1975年ですけども、これも名曲ですけどね。ちゃんと練習して、やればいいんですが、これは一応歌ったことが昔あるから、本当は下手だと申し訳ないんですけども、一応やってみます。季節が知らん顔して過ぎ
ができるなら僕は何を惜しむだろう。ということで今日はこれぐらいにしておきます。